こんにちは、エンジニアファーストの森山です。長谷です。勝美です。今回はですね、2024年最新版エンジニア技術トレンドをスタックオーバーフローから読み解こう。なるほど、はい。去年もやりましたね。去年やった、はい、スタックオーバーフローっていう覚えてね去年と2年前と比較してどういう言語が伸びるんだみたいな話っていうのを去年撮りました。この動画の後に見ていただければなというふうに思います、うん、今回もそういったスタックオーバーフローを参考にですね、今回の9万人が回答しているアンケートとかを見ながらですね、うん、今後伸びていくだろうっていう言語とか、あとはクラウドのツールとかフレームワークとかですね、そういうのをもろもろ理解しておこうというね、非常に参考になるような動画となっております。確かに、はい、9万人がね、回答してるんで、うん、すごいですよ、ね、なんか母数が多いので精度が高いそうですね、はい、逆に言うとそうだよね、当たり前だよねっていうような内容とかもあるんですけど、うん、今回は割と珍しいものをピックアップして動画にしていこうかなという、はい、思います、はい、それではいちょう。今回2023年のデータなんですけど、採用率が高かった言語っていうのをですね、5位から紹介していこうかなというふうに思います。これって案件に採用されている言語ってことだよね。9万人が使った言語ですね。ということでね、はい、はい、っていうところを第5位から紹介しようかなと思いますね、はい、第5位がタイプスクリプトですね。前回入ってなかったんですよ。入ってなかった、はい、今回ですね、グワッと伸びて使う人が増えましたよ、おそらくめちゃくちゃ便利やというところがやっぱあるかなと、はい、タイプスクリプトってフロントもサーバー側も書けるし、うん、JavaScript よりも書きやすかったりもするし、うん、みたいな感じで、超便利みたいな、最強言語だよみたいな。タイプスクリプトですか、何人か出てくださってますので、ぜひ関連動画見ていただけたらと思います。うん、僕もこれから例えばエンジニアやろうと思ったら、タイプスクリプト1個学ぼうかなと思っちゃいますね。案件も多いですよね、最近。めちゃめちゃ多いです、はい。できる人いませんかみたいな、見て、そっちの方が多かったりしますよね、そうですね、最近。例えばですけど、Ruby とか学ぶ相手、Ruby 学んで、Rails 学んで、フロントも学ぶ必要があると思うんですけど、はい、タイプスクリプトはそれ1個学べば、とりあえず OK ですもんね。はい、バックもフロントも対応できるっていう、うん、この辺はかなり需要が高まったかなと思いますね、うん、第4位これは言語なんですけど SQL ですね。データサーバー言語ですね。 SQL は正直飛ばしましょう、ね、はい、使いますからみんな、はい、基本みたいな。第3位が Python ですね。これはプログラミングにも使われてますし、うん、データ分析、データ解析、人工知能とかにも使われてると思うので、うん、この辺は伸びてるなと思いますね、うん、はい、Java とかも入ってないんですけど、 Python はランクインするんだなっていう感じですよね、うん、なんで Python はやっぱ強いというか相当使われてますよね、僕プログラミング言語で Python とか使ったことないんですけど、汎用性が高いですもんね。学びやすいし、ジャンゴとかを学んだら Web 系もできるし、はい、って感じですね。第2位が HTML、CSS、 飛ばしましょう、飛ばしましょう、はい、で第1位が JavaScript ですね。 JavaScript まだまだ相当使われてるんだなって感じですね。そうですね、なんかイメージそんな世界では使われてないんじゃないかなと思ってましたけど、群を抜いて1位だったんで、世界的に JavaScript はめちゃくちゃ使われてるんだなと、今後 JavaScript をタイプスクリプトが追い越すが来るんじゃないかなとは個人的に思うんですけど、はい、ただやっぱり JavaScript を用いたフレームワークとか拡張言語とかもやっぱ多いので、その母体っていうのは今後も使われるのかなとも思いますね、うん、はい、加藤さんもおっしゃっててね、今からはタイプスクリプトだけど、大きい企業さんとかで JS で作ってるものをそこに全て移行してやっぱ難しいよねっていう話を、うん、だから言語の部門です。 Java がなくなることがないみたいな、そんなレベルの話ですね、そうですね、一生使われるなみたいな感じですかね、はい。次がですね、採用率の高いクラウドですね。これはもうポンポンいきますね。3位 GCP 23%、 2位 Azure 26%、 1位 AWS 48% となっております、はい、この動画出てくる頃に出てるか分かんないんですけど、以前出てくださった Google に勤めていた遠藤さんという方がですね、うん、はいはい、GCP をメインでやってましたよみたいな感じでしてね、僕なんか2023年のデータのニュースのお話もしましたけど、はい、Azure と GCP が逆転したりとかしてるっていうの話もあったんで、だから分かんないね、世界的なやつじゃん、これ9万人でしょ、うん、さっきのニュース日本の話なんですから、日本だとシェア率 GCP 抜いてる可能性もある、ね、そうですね、やっぱり AWS は一強なんだなっていう感じはやってますね、半分だもんな、 GCP かなりのシェア率どんどん増えてきそうなイメージですね、本当国産クラウドは使われないですねやっぱその辺はこの3つが最強だなって感じですね、案件数もとんでもないですもんね、違う、はい、全然違うこれはもう動画で毎回言ってるんで、安牌ですねこれ。クラウドって魅力って、本当インフラはインフラじゃないですか、はい、なのに地方からでもフルリモの案件獲得できたりするっていうのも強みですよね、オンプレの時代の人たちからしたらね、すごくいいっすよね、インフライコール出社みたいな感じだったのが、クラウドが出てきてくれたおかげで、本当は働き方も変えてくれてる感じです、ね、クラウドのエンジニアさんはね、もう何名か出てくださっているので、そちらも見ていただけたらと思います。 GCP のエンジニアさん出てきてほしいね、そうですね、お呼びしましょうかね、
次はですね、採用率が高いウェブフレームワークですね。3位が jQuery ですね。jQuery はフレームワークというか、ライブラリっていうか、ライブラリですかね、なんですけど、今回は jQuery が入ってました。21% ですね。JavaScript の書き方をこう簡単にしたようなもので、jQuery が使えると JavaScript も書きやすいですよみたいな感じですね。ギリ使ってました、僕、現場で。全く覚えてないですけど。当時、jQuery ってフレームワークなんですかって聞いたら、フレームワークじゃないんだよな、みたいな。なんて言えばいいんだろうな。ライブラリっていうかな。集合体なんだよなって言われて、ピンとこなかったですね、当時は。一応フレームワークではないんですけど、今回はフレームワークにランクインという感じで。入っておりました。第2位がリアクトですね。 40% リアクトですね、まあ、やっぱリアクト相当世界でも人気なんだな、はい、リアクトって去年1位じゃなかったっけな、もしかしたらそうかもしれないです。1位の Node.js なんですけど 42%。 Node.js はいろんなフレームワークの母体となってるんで、使われてるのは当たり前みたいな感じらしいですね。Node.js を用いて別のものも使ってるみたいな感じなんで、ランクインしてるのは当たり前みたいな。だから実質リアクトが1位と言っても過言ではないような感じですかね。リアクト出てくれた方いらっしゃいましたっけ。リアクトいらっしゃいますね。 K さん、 K さんね、出てくれてましたかね。中4で今働いてるって感じ、JS 関連がやっぱ多いですね。 JavaScript のフレームワークとかはすごい使われてるんだなって感じですね。 JavaScript 使ってるんですけど、フレームワークまだ使ってない方はここでね、もう一回学び直してもいいのかなと思いますね。動画の途中ですが、エンジニアなら必見エンジニアガイドブックを全員にプレゼント。あなたの市場価値が一目でわかります。またスキルシートのフォーマット、詳しい単価の査定、キャリアアップのご相談も全て無料。詳しくは概要欄の公式 LINE から。次、採用率の高い IDE 統合開発環境ですね。これ1位がですね、一強ですね、 73% バーチャルスタジオコード、VS コードですね、VS コードが1位でしたと、一強なんだなと、クリップスはランク2数で入ってなかったんで、日本だけなのかなと思うんですかね。そうなんですね。逆に僕はクリップス以外してないんで、 VS コードもできるなんか Android アプリとかに使ってるのかなと思ってました。この辺の VS コードの話とかも今後ねしていきたいなと思いますね。採用率の高い AI 検索ツールですね。これが2位が Bing AI かな、 20%。 1位が ChatGPT 83%、去年ですかね、 4.0 バージョンが出まして、ちょっと前は 3.5 バージョンって確か2022年までのデータしか入ってないんですよ、はい、今もう2023年4年バージョンとかも計測したら出るんですよ、ChatGPT で。だすごいですよね。逆に Bing AI って僕知らなかったんですけど。これも知らないです。マイクロソフトかどっかが作った AI、そうなんですね、もいやは別であるじゃないですか。そっちかなと思ったんですけど、はいはいはい、違ったんですね。Bing ってあれですよね、 Google みたいなやつのあれですよね。検索エンジンありますよね、はい、検索エンジンので今回はまあ2位の方は Bing は知らなかったですけど、はい、まあ、やっぱ1位は ChatGPT なんだなっていう感じですかね、うん、使います。使いますね。いや使わん、はい、何に使います。検索とあと資料作りと、はい、あ、文章作成ですかね僕は僕今まで台本喋ってるの全部 AI ですから。もう AI が喋ってますから。デスクの横で作ってるの見てるからさ、 AI といってもバレないぐらいやっぱ高いですもんね、精度は。精度、はい、まあそんな感じの AI 検索ツールはもちろん1位がちょっと GPT でしたよって感じですね、うん。次はですね、給料の高い技術ですね。これ4位から見ていきましょう、はい、4位がですね、Ruby ですね。日本人が作ってますからね、うん、Ruby なんとかっていう日本人が作ってるみたいですね、はい、Ruby はね、10年プレイヤーの S さんが出てくださってるので見ていただけたらと思います、ね、年収でいうと9万8000ドルですね、平均年収が、うんうん、1000万ちょっとか超えてますね、うん、1200弱とかじゃないかな。今円安なんで1500万ぐらいいきますね。あ、そうね、はい、3位が F シャープっていうです、ね、これさ、去年もあったけど、なんだ F シャープって。日本では多分使われてないですね。だ4位が Ruby がすごいですよね。日本で作られた言語が入ってるっていうのは、ね、Ruby もオワコンだとか言われてるじゃないですか、うん、全然案件あるし、めちゃくちゃ使われてるやんみたいな、うん、海外でも使われてるってことですよね。そうそう、うん、相当使いやすいというか、いいんだろうなって感じですよね。で2位が Erlang ですね。もう知らん。 ERLANG っていう、アーランは並行処理指向のプログラミング言語になりますと。通信大手エリクソンによって作られましたよという感じですね、うん、アーランも日本では全く見ないですね。見ない見ない。案件検索しましたけど覚えてなかったです、うん、3位4位のアーラン F シャープっていうのは海外で使われてるんだな。給料が高いっていうのと、まあ、使われてるのは別だと思うんで、給料が高いというふうに言われてますよと、うんうん、1位がですね、 JIG ですね、 ZIG JIG。 これが知らない。2023年に出て今バージョン 0.1 とかす。静的片付けコンパイル言語の C 言語と同じような感じ、まあ、要は使ってる企業があっても使える人がいないから相当な金額で買われるんじゃないですか。10万3000ドルですね、1500万円ぐらいですかね。言うてもですね、海外ね、もっと高いイメージがあるんで、もっと、うん。で次の部門が最後なんですけど、 AI についてですね、仕事で AI 使ってますかっていうのを9万人にアンケート取った感じですね、うん、使っていますっていう人が 43%、まあ、約半数。使ってないけど使おうと思っている人が 25%、 合計すると 68% ですね、の人が使ってるし使おうと思ってますよみたいな、うんうん、今後も使う予定はないよっていう人が 29% です。何を片手に言ってるんですかね自分の手を信じてというか AI を信用してないのかもしれないですし、他の理由があるのかもしれないですけど、で6割の方が
使ってますよ、使いたいですよっていうところの意見があります。もう一個質問がありまして、 AI の精度はそこまで高くないと思ってますかっていう質問に対して8割以上がそう思ってますという。で、精度は別に良くないと、だから参考にしてる人が多いみたいですね。精度というかね、質問に対してのアウトプットが思ったのと違うみたいなことだとは思うんですけどね。だから活用方法次第ですよね、きっとね。またズレありますもんね、こっちの意図と回答が、はい、そうじゃねえんだよみたいな生活にまだそこまで馴染んでないっていう人が多分回答してますよね、うんうん。まあ、ここからね、どんどん発展すると思うし、うん、人工知能はね、どんどん吸収していくんで、とんでもない速度で知能が高くなってくると思いますね。あっという間ですよ。結論としては、今後まあ AI の変化でいうと、7割以上の人がですね、今後の AI の発展でコーディングの方法っていうのがどんどん変わってくると思っているっていうような結果も出てます、うん。要は今のコーディングの方法と今年はだいぶ変わるんじゃないかっていうね、意見の人が7割以上というところ、まあ、使わない手がないってことですねそうですね、まあ、どういうふうに変わるのかはいろいろあると思うんですけど、はい、AI を使ってコーディングの方法っていうのは変わっていくんじゃないかっていうところですね、うん、変わりますよね。こういう処理をしたいんですけど、いいメソッドがあるかとか質問したら多分返ってきますもんね、うん、これいいよみたいな、うん、Google よりかはもう AI の方がいいんじゃないかなっていう感じですね。今回ですね、スタックオーバーフローというアメリカのサイトからこういう情報というのを読み取らせていただきました。ぜひ参考にしていただければというふうに思います。今回動画内でご案内した動画については概要欄の方に URL のものを貼っておきますので、そちらの方もご覧いただければというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。弊社はですね、今一緒に働ける営業マンの募集も随時しております。フリーランスとして SES の営業をやりたい方、概要欄の公式 LINE の方からお問い合わせの方もお待ちしております。はい、年齢はだいたい20代から30前半まで、特に必要スキルとかはないです。時期とかを相談で池袋に最初は出社する可能性が高いです、はい。お給料とか細かい部分は Zoom とかで軽く10分とか15分とかお話しできればなというふうに思いますので、興味があったらぜひお問い合わせの方お待ちしております。はい。